こちら。これ誕生日のカウントダウン7月29日なんですけど、ここでね、新17歳差分お披露目ということでね。まあね、たとえ万が一30歳になったとしても、まだまだピチピチでいくわよということで、 OL の衣装にね、差分をいただきました。 OL の衣装です、こちら。このマリンもね、真の17歳になる日が来ましたということで、ここに来て究極の若返りでね、行きたいかなと思います。やっぱ今までね、そういう OL 衣装とかさ、みそじエディションとか出してきて、なぜか年を取ることばかりを考えていたけどね、マリンの逃げだったのかも。それは心のどこかで、もしかしたらもう若い服は着ちゃいけないみたいな、自分に枷をさ貸していたのかも。冷静にここに来て逆に若返っちゃおうみたいな感じで、最近若返ってるってホロメンに言われてる。いやマジでそうなんだ。いやてかさ、ホロメンだけじゃなくて、いやマジでさ、ホロメンだけじゃなくてね、なんかタクシー乗った時にね、タクシーの運転手さんに、これ嘘じゃないよ本当に、なんかタクシーの配車依頼みたいなするとね、年齢が出るらしいの。運転手さん側からその乗る人の年齢が出るらしくて、まあ、マリンの年齢が、まあ、出ちゃってたんだけど、乗った時に、運転手さんに、ピー歳ですか、いや見えないですね、うちの娘と同じくらいかと思いましたよって言った。嘘ですかつってみたいなこともあっちゃったりして、あっちゃったんだな、これが。実はなんと、いやそんなこと言われることないね、マジで。どんだけ美魔女なんだよって感じで、ほんとすいませんって感じなんだけど、若く見えすぎて。しかもシオンタンにもさ、23歳に見えるって、まあ17歳なんだけど、23歳に見えるって言われちゃった。どんだけ若見えするんだって感じで、すいませんね本当に。